佩戴哆啦 A 梦标志性铃铛胸针，漫画家藤子 F 不二雄之女声优日子近日来到香港，见证哆啦 A 梦巡回特展全球首站的开幕。欢乐的音乐声中，无数闪光灯在舞台汇聚，大雄与好朋友们的登场把气氛拉到最高潮。这不仅让声优日子向中新社记者回忆起20多年前他与父亲来港观看大雄的恐龙音乐剧首站演出时的盛况。父が、来た時、私も、父と一緒に来ていました、その時ですね、ドラえもんののび太の恐竜という映画のミュージカルを、香港で、行われて、私と、父は、それを見に来ました。香港の子供たちが感動して最後にこうみんなでこう泣いているところを私と父が見ていて、その時父がすごくこう嬉しそうにしていた。今回、私が香港に来てこのイベントを通して、見て感じたことは、やはり20年前かその時と同様に、ドラえもんに対して、国境がない、すごいそんな温かさを感じました。1970年哆啦 A 梦诞生，作为一部儿童科幻类型的日本漫画，不二雄先生将脑海中的奇思妙想绘于纸上，创作出没有耳朵差点报废却总能从口袋里掏出各种法宝的机器猫，为孩子们构造了一个充满冒险与温情的世界。作为漫画家的女儿，声优日子从小便与哆啦 A 梦一同成长。私はジャイアンが好きです。ジャイアンはすごいこう一見とってもこう威張っているように見えますが、その裏ではとっても人情深い、そのギャップがとても好きです。私はどこでもドアが好きです。自分自身もこう旅することが好きなので、どこでもドアでいろいろなところを見て回りたいと思います。声优日子说，父亲平时很爱看书，各种流行刊物、小说他都会细细阅读，也会去逛玩具店，关注小朋友喜欢的产品，寻找创作灵感。在他的印象中，父亲很少把工作带到家中，大多数时间都在工作室废寝忘食的绘画。随着年岁的增长，他体会到，或许父亲把想要对他说的话都画进了漫画。私は三姉妹なんですけど、父親がこう漫画家だと思って育っていなかった、父が漫画家だとこう意識して、生活していることは本当になくって、私たちの前では普通のお父さんでした。のび太の結婚前夜というお話が好きです。のび太くんが自分が本当にしずかちゃんと結婚できるのかっていうことを確認したくて、未来に、タイムマシンにドラえもんと一緒に見に行った時に、しずかちゃんの家に見に行くんです。それで、しずかちゃんがしずかちゃんのお父さんと語り合う、そのシーンを、のび太くんが目撃する、そのような、お話です。ぜひ読んでください。私は自分が結婚するときに、その前の日に、父とあまり語り合うとかそういうことはなかったんですけれども、今作品を読むと、割とこう父のその時の、気持ちだとか、父はきっとこういうことを言ってくれるんじゃないかとか、2024年是哆啦 A 梦原作者不二雄先生诞辰90周年。当高达12米的巨型哆啦 A 梦雕塑伫立在维港之畔，一代又一代人的童年记忆再次回归。穿越任意门，搭上时光机，这个暑期，哆啦 A 梦的奇幻之旅再次启程。声优日子欢迎世界各地的粉丝携手共赴这场美妙的盛会。彼は単純にお子さんたちに楽しい気持ちがスカッとするような漫画を届けたい、その一心でドラえもんを描いてきたんだと思います。今回のドラえもんは、過去最大級のものになっています。で、映画、コミック、
アニメ全てが、一つに、いっぺんに楽しめるようになっています。お子様から子供までドラえもんのいろんな魅力に、触れられる機会になると思いますので、ぜひ、多くの方に見ていただけたらと思っております。